こんにちは、松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎です。今日はですね、ボールビーの愛着理論についてお話しいたします。赤ちゃん、乳幼児が母親を主とした養育者にどのように愛着を抱くのか、そんなお話。今回は後半の方で覚え方も紹介したいと思います。というわけで、早速参りましょう。本格的な精神医学をわかりやすく解説いたしましょう。ボールビーの愛着理論。ボールビーによれば愛着行動には3つあると言います。その3つ紹介しましょう。発信行動。発信行動っていうのは泣いたり、笑顔を見せたり、声を出したりするもので、母親などの養育者がそばに来るようにするための行動。そして、定位行動。一般的に定位というのは状況を確認し、決まった状況にしようとすることを意味し、ここでは親がどこにいるかを確認し、そして近くにいようとする行動のことで、親を見つめ、親に近づき、親の後を追うように行動するもののこと。そして能動的身体接触行動とは、親に抱きつき、親の足にしがみつき、親によじ登ろうとするなど、親に触れていようとする行動のこと。そして、ボールビーによれば、愛着の発達段階には4つあると言います。それを赤ちゃん、乳幼児が順々に進んでいくものとしています。この4つ覚えておきたいもの。第1段階は、人に反応と覚えておくといいでしょう。この頃の赤ちゃんは、親に限らず人に反応します。この周りの人に対して発信行動や定位行動、すなわち声を出したり微笑んだり見つめたりすることから。そして第2段階になってくると、親に反応って覚えておくといいでしょう。その頃になると、特に親に対して反応するようになります。発信行動や定位行動を取るようになります。発信って泣いたり声を出したりする定位行動としては見つめたり後を追うようになってきます。そして第3段階になってくると親を求めると覚えておくといいでしょう。親のそばを安全基地と理解し、親のそばにいたがり定位行動や能動的身体接触行動、すなわち後を追いかけしがみついたりします。そして第4段階は親から離れると覚えておくといいでしょう。実際には親から離れることができるようになるぐらいのところ、親のそばを安全基地としながらも親との愛着が内在化され、親のそばから離れて行動できるようになります。親の行動を見てどんな計画なのか、どんな目標があるのかを理解して行動するようにもなります。というわけで、ボールビーの4つの愛着の発達段階は、超ざっくり言うのなら、1、人に反応、2、親に反応、3、親を求めて、4、親から離れられるというもの。突然ですけども、このキュウリさん、お腹が膨らんでますね。ボールビーは、妊娠キュウリで覚えてみてはいかがでしょうか。看護学生などの試験対策にはこれでいけるはず。ここでボールビーではないんですが、この関連した話として、アインズワースのストレンジシチュエーション法による愛着の安定性の調べ方を紹介しておきましょう。どういうことをするかっていうと、初めて来るようなお部屋に、1歳から1歳半の赤ちゃんとママが一緒にしばらく時間を過ごす、おもちゃなどで遊んで過ごす、そこにですね、別の女性が来てしばらく、ママと会話し、女性は赤ちゃんとも会話し、会話というか話しかけ、しばらくするとママが退出します。ママが戻ってきて女性が退出し、そしてママも女性もいない一人きりの時間、そして女性が戻ってきて入れ替わりにママが戻ってきて、どうなのかという赤ちゃんの様子を見るものです。このストレンジシチュエーション法を通して赤ちゃんの行動を見て愛着の型を分類します。安定型、安定愛着型は、お母さんが部屋に戻ってきた時に
まあ、相互作用、すなわち抱っこを求めたりお母さんにくっついたりします。お母さんの赤ちゃんのそばから離れようとすると嫌そうな態度を取ります。泣いたりします。回避型、不安定愛着型、お母さんが部屋に戻ってきたとき相互作用をすることを回避したり無視したりします。ほとんどお母さんに注意を払わず部屋から出ていこうとしても嫌がる様子も見せず、もし嫌がっても知らないその女性でなだめられちゃいます。そして不安定型、不安定愛着型、良化型と思います。お母さんが部屋に戻ってきたときに抵抗するんです。抱き上げようとすると泣き、下ろそうとすると怒ってしがみつくみたいな。お母さんが部屋に戻ってくるとお母さんを求めて泣くけど自ら近寄ろうとはしないなど受動的な傾向があり、お母さんが近づくと抵抗しちゃったりします。というわけでボールビーの愛着の発達段階、まあ、おまけにアインズワースのストレンジシチュエーション法についてもお話しいたしました。私自身得意分野ではないんだけども授業なんかで話すことがあるのでちょっと勉強してみました。これは載ってないけど精神診療プラチナマニュアルもよろしくお願いします。今日は赤ちゃんの話だったけど、全然ね違うけど東先生と認知症がわかる本カッコ仮を準備中なのでその応援もよろしくお願いします。統合失調症の見方、治療の進め方もよろしくお願いします。よかったらテスト対策になったよなんていうメッセージいただけると喜んじゃいます。あとは実際ね赤ちゃんを見ていて確かにそういうことあったなんていう体験談もコメント欄にいただけると参考になると思いますかな。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。